な、沢島さん、軽い感じで話しちゃいましたけど、一歩間違えば普通に死ぬかもしれない賭けだ。覚悟はできてますね。
ありがとうございました。
さあ誰が来るだろうか。誰でもええ、宗方やろうが新井やろうが東条会を潰すような間にはさせん。さあ行こう。お早い到着ですね、堂島会長。新井、来ると思ってましたよ。まさか今回の騒動、裏で軌道を操っていたのがあなただったなんてね。そうなんだろう、軌道。すいません、兄貴。いつ気がついた？軌道から1000億の話をされた時です。秋山さんの1000億を奪い、葛城に渡すふりをするから自分を宗方の計画に参加させてほしいって言われた時にね。軌道は私の信頼する兄弟分です。だが宗方と私の関係についてまでは知らないはずだ。もしそれを軌道に教えられる人がいるとすれば、それは大吾さん、あなただけです。そういうことか。あなたはわざと軌道を葛城に近づかせ、1000億のことを吹き込ませた。すでに宗方に見捨てられ晩酌尽きていた葛城を奮い立たせるためにね。あなたの計画通り、上野清和会は桐生さんたちと衝突、宗方の力を借りることなく壊滅に追い込んだ。だがそこで誤算が生じた。冴島靖子の死です。あなたにとってはあのまま冴島靖子に生きていてほしかったはずだ。そうすれば桐生さんや冴島は戦う目的を失い、神室町から去るはずだったんですから。驚きだな、そこまで分かっているとは。急所を外して軌道を生かしておいたのもそれを確認するためです。あそこで殺さないでおけば必ずあなたと接触するはずだと思いましてね。いつからだったんですか、東条会を裏切ってまでこの金を得ようと考えたのは。裏切るか。そうでしょう、これは明らかな裏切りだ。桐生さんや風間さんといったかつて東条会を支えた人たちの恩にあなたは背いた。あの真島さんまでをも宗方に差し出して、どうしてそこまでしてこの金を。お前に何がわかるんだよ。弱体化した組織、直系100団体、3万人もの人間を動かしていくことがどんなことなのかお前に分かるのか。会長、今までは桐生さんといった英雄に救われ、東条会の金看板は守られてきた。だがそれももう限界に来ている。誰かが犠牲になってでも組織の基盤を再構築する必要があるんだ。その犠牲ってのが警察に真島さんを差し出すことだったってわけですか。大吾さん、あんた間違ってる。これも東条会のためだ。俺が守らなきゃ誰が東条会を守るってんだ。お前が守れんのか、新井。それにお前もやってることは俺と大差ないはずだ。口じゃ極道なんて言ってもお前がやってることは所詮警察の犬だろうが。確かにそうだな、そう言われても仕方ない。
お前もしかして。ああ、俺はな、最初から極道なんかじゃない。あの宗像が東条会を乗っ取るために送り込んだ潜入捜査員だったんだよ。兄貴が刑事。ああ、だがもう俺は違う。俺は上司である宗像を裏切り、この手で殺した。俺は大吾さん、あんたとは違う。俺は運命に抗ってでも自分の信じる正義を貫く。この金もその正義のために。甘いな。人間にはね、千年以上前から決まっていることがある。主従関係を超えてはいけない。どの時代でも必ず使う側と使われる側の人間は決まってるということだ。副総監、どうしてここに。痛いだろう。だが死ぬほどじゃない。技術の進歩すごいもんだよ。25年前とは格段に性能が違う。それはボート鎮圧用非殺傷弾、つまりゴムスタン弾ってやつだ。まさか俺があんたを撃った時の拳銃は。お前はこれで私を殺したつもりになっていたようだな。この爪の甘さが君の限界だよ、新井君。君に正義は実現できない。それに堂島さん、あなたも同様だ。あなた程度の器では東条会という組織を支えるのは大変でしょう。ああ、そっちの君は1000億もの大金を偶然見つけて夢を見てしまったんだろう。人間、夢を見るのは悪くない。それくらいは許されることだ。宗像、私の背後にいるのは私の忠実なしもべだ。君らはここで死ぬ。私の崇高な理想の邪魔になってはならないからね。さあ、誰が誰を殴りましょうか。ヒトちゃん、迷ってたお前に腹くくって勝負据えてけしかけたのが俺。それから俺もきちんと腹くくらなあかん思てな。冴島さん、
お前には悪かったと思ってる。登場会をお前一人に押し付けたのは俺の責任だ。だから俺ももう逃げない。俺なりのけじめはつけるつもりだ。桐生さん、お前は伊佐井さんのおかげで死んだはずになってたあの谷村です。俺はあんたみたいな自分の手を汚さない、自分の足で動かない人間が大嫌いなんだ。あんたのために犬死にしていった杉内さんや久井さんのためにもちゃんとあんたを捕まえさせてもらうよ。この小僧が。さすがですね、秋山さん。ちょっと安心したよ。俺には人を見る目がないんじゃないかって疑心暗鬼になっていたんだけど、あんたはちゃんと野望を持った人間だったみたいだ。あんたが宗像を捨てたとこまでは認めてやる。だが人の金を使ってまで貫く正義なんてありゃしない。だから俺があんたを食い止める。いいでしょう。おお、すごいね。俺に初めて出会った時からその覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ、来いよ。くぞー、秋山
さあ脱げや、ヒドちゃん。おお、ええ体しとるやないか。能ある鷹は爪を隠すちゅうやつか。秋山さんの店であの金を見たとき、チャンスだと思ったんです。冴島さん俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです、今がまさにその瞬間だってことを。そうか、なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃない。ええな。はい。ほいや、起動。うわー、はっ。
覚悟はできてるよな。ええ、桐生さんならこの金なんか使わずに道場会を立て直してみせろって言うんでしょ。さあ、それは分からない。お前の立場になってみないとな。譲れるもんなら譲りたい。だが俺にも意地がある。俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやり、あんたが昔俺に見せてくれたように。大吾、まして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直こうして戦えることが嬉しいですよ、桐生さん。俺が闘城界という大門の重さ、きっちり体で教えてやるぜ。行くぞ、キリュHmph!
だまだ。
ください。どうした？まだまだ。本気で来てくださいよ。やっぱりあなたは逮捕しません。辞職させていただきます、副総監。
どういうつもりだ。刑事としての行動を逸脱してしまうかもしれないってことですよ。何をバカなこと。この人数相手に何ができる。お前も父親と同じように犬死にするだけだ。宗像さん、あんた全然分かってない。この町にはね、たとえ相手が100人200人いようが、たった一人で戦う人たちがいるんですよ。彼らのようにね。それじゃあ現場捜査の時の感覚、数十年ぶりに味わってもらいましょうか。やれ、こいつは早く殺せ。副総監、いや宗像清志郎、お前の野望はここで終わりだ。覚悟しろ。
おい会長、土島会長、あんたはヤクザだろ、強いんだろ、なんとかしろ。おい、やっぱりすごい。俺には超えられなかった。え、あんたも明日からのことを考えた方がいい。ちゃんと現実を受け入れるべきだ。何を言ってるんだ。おいおい、おい待て。谷村君、ちょっと待ちなさい。こんなことをしたら君どうなるか分かってるか。殺すべきではない。そうか、そうだよな。アライ兄貴、アライ貴様。宗像さん、怖いですか。だがあなたがのし上がるために多くの人の命を奪った罪は、こんな恐怖だけで償うことはできない。あなたは死ぬべきじゃない。あなたが利用してきた刑務所の中で一生この罪を償ってください。私も一緒にお付き合いします。ありがとう。あ？私が知ってる警察という組織は利権欲望の場所だった。君みたいな刑事に捨てたことで少し救われたような気がするよ。こんなことで私が逮捕されると思っているのか。何？刑務所に送るだと？私を誰だと思ってるんだ。警視庁の、それも副総監だ。そんな人間が捕まることがあると思うのか。え？お前の犯罪行為は証明されてる。確固たる証拠もあるんだ。なのにどうして逮捕できない。バカだな。現場も刑事ってな。警察というのは正義だ。この国の正義を司る崇高な組織だ。その警察の顔役たる私が逮捕されてみろ。バカな一般市民は混乱するだろう。そんなことを警察が許すと思うかね。権力者は権力によって守られる。なぜかわかるか。それがこの国の秩序のためだからだ。殺すなら今のうちだ。だが殺せばここにいる全員刑務所行きだ。
それでもいいのか。さあどうする、どうする、え？ははははは、結局お前たちがしたことは労力の無駄遣いだったということだ。じゃあ本当にそうか試してみようか。何？ああ、俺だ。準備はできてる？よし、じゃあやっちゃって。伊達さん、こんな話聞いてませんでしたよ。新聞社の活動に警視庁のヘリコプター使うなんて何考えてるんですか。いいじゃねえか、国民のためだ。今さら固いこと言ってんじゃねえ。さら何だあれは。これは俺らの知り合いにちょっと気合いの入った分野のおっさんがいてね、その人が書いたスクープです。ああそうそう、あんたが追いかけていた例のファイルのコピー提供したのは俺らなんですけどね。貴様、これであんたはおしまいだ。死ねえ。秋山。秋山さん。くそ。おい秋山、秋山大丈夫か。あ、秋山。秋山さん。おい秋山、どこを撃たれたんだ、大丈夫か。あ、どうした。素敵やな。アライ、終わりにしましょう。宗像さん、やっぱり俺は金に縁があるんだな。金なんかもういらないと思ってたのに、最後は金に救われちゃったよ。
ぱすげえわ。あの人たちは。遅えな、いつまで待たせんだよ。やっぱ40超えると人間長話が好きになんのかね。すみません、お客さんでしたか。あ、どうぞどうぞ。すみません、ここんとこずっと秘書の子がいなかったもんで。ダメなんですよね、自分一人だと整理整頓もできないみたいで。本当、私がいないと何にもできないんですね、社長は。え、君。ただいま、秋山さん。花ちゃん、どうしたの花ちゃん、そんなに痩せちゃって。私も社長がそばにいないとダメみたいなんです。ずっとご飯が喉通らなくて。社長、私もう一回この店で雇ってもらってもいいですか。花ちゃん、あ、そうだ。え、半来の特選焼肉弁当あるけど食べる？え、そろそろ花ちゃんが帰ってくるんじゃないかと思って買っておいたんだよ。そんなに痩せちゃったらお腹も減ってるでしょ？ね？社長、もうちょっとは綺麗になったねとか言ってくれてもいいじゃないですか。ああ、綺麗になったね。ダメ、全然実感こもってない。で、ああ、私が整理しておいた顧客名簿、どうしてこんなにぐちゃぐちゃになってんですか？なんでだろう。もう社長、どうして私がいないとこうなっちゃうんですか。ねえ花ちゃん、弁当いくつ食べる。たくさんあるけど。それじゃあ3ついただきます。そうか、伊達さんも元の鞘に戻るんだな。やめてくれよその言い方、なんか前の神さんとより戻すみたいに聞こえるじゃねえか。神さんみたいなもんだろう。あんたにとってのデカって仕事は。で、お前の方はどうすんだ。そろそろ行くのか。そうだな。ちょっと、何やってるんですか伊達さん。早く次の現場行かないと須藤さんに怒られちゃいますよ。早くしてください。ああ、分かった。それじゃあ俺行くな。ああ、またな。